ドゥホフシチーナの紋章、ドゥフフシチーナは、ロシアのスモレンスク州中部西寄りにある都市。スモレンスク高地の西部、ドニエプル川の支流ボステツァ川沿いに建っており、州都スモレンスクからは北東へ 57km。ドゥフフシチーナ地区の行政中心地でもある。人口は2002年全ロシア国勢調査で4683人。ドゥフフシチーナは13世紀頃から14世紀初頭。 ゴロに建てられたと見られる、ドゥホフ修道院の周囲に立った集落が元であり、15世紀には、スロボダドゥホフスカヤという市場長になっていた。1777年に、死の地位を得た。1812年には、ナポレオンのロシア侵攻で炎上している。また、第二次世界大戦では、1941年7月15日に、ドイツ国防軍に占領されたが、 第二次スモレンスクの戦いの最中の1943年9月19日、ドゥホーフシチーナデミドフ攻略作戦を進める赤軍、カリーニン戦線により奪還された。この戦いで市街地は完全に破壊されている。1995年、町の名にちなんで新たに精神聖堂が建てられている。また市内には歴史博物館などもある。 周囲の村にも古い聖堂が多い。バシノの村には1814年に建てられた聖心所福音大聖堂が、ベリストの村には1828年に建てられた聖心所誕生大聖堂が、サグシニエの村には1785年根竜の生、新所就寝大聖堂が立つ。ドゥフォフシチーナの町には食品工業や製材業の工場がある。 また北方には OGK-4 社が運転するスモレンスク発電所がある。ありがとうございます。